はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2022年3月29日火曜日でございます。先週金土日とね、ちょっと新潟を離れていたんで、ちょうど今ね、新潟市中央区古町の方に来てるんですけれども、古町の今から行くルフル古町ですね。ちょうどオープンが26、27だったんだけど、僕は新潟を離れていたんで取材ができなかったんで、ちょっと3日4日遅れでの取材になりますが、せっかくなんでね、行ってみたいと思います。はい、到着ですね。隣には古町モール7で、僕が撮ってる今ここ立ってるところは古町モール6ですね。1から9ぐらいまであるのかな。これが新しくできたルフル古町。まあ建物自体は結構前にできてたんだけど、この下のね、玄関の部分がね、なかなかこう時間がかかったというか、ね、ようやく、3月26日ね、オープンしましたんでね、せっかくなんで、ちょっと見てこようと思います。ちょうどまあね、この古町本町誕生祭、3月25日から4月3日まで、でここのまあ賑やかな催しをやってたのはまあ26、27だったんだけれどもね、かなり賑やかに盛大に行われたようでございます。せっかくなんでパンフレットね、もらっていこうと思います。もうピアノが置いてあるね。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。こう天井はすりガラスのようなね、光が入る感じの構造になっていて、そしてね、ずっとね、あのそこのバス停があのネクスト前に移動してたんだけど、この工事の関係でね、またこちらに戻ってきましたね。はい、先週26、27日のイベントのね、名残がそのまま残ってます。これはずっと置いとくのかな、どうなんだろうね。このピアノ、どなたでも自由に演奏していただけますって書いてあります。だから蓋も開くんだよね、多分ね、多分ね。ほら、開く開く、普通に開く。ちょっとさすがにちょっと俺無理だな、恥ずかしくてね。仲間が 2,3 人いればなんとかなるんだけどね。でも僕のね、弾くピアノっていうのはあくまで歌ありきのピアノなんでね、ここでちょっとこの状況で大声で歌うっていうのはなかなか難しいかなといったところでございます。まあとりあえずですね、4月3日2日3日なんかもね、来週なんかもね、いろいろありますね。ミスアースジャパン新潟トーク&撮影会、高尾敦子さんね、バイオリン、クラシック、アンサンブル、いろんな、新潟総踊りステージ、あ、芸妓さんとか見てみたいですね、見てみたいですね。お、新潟バンダイ大吾バンダイ大吾さん、はい、カリューっていうの、カリューっていうの、まあ、いろんなイベントがねありますね。ちょっと僕はね、2日3日ちょっとまたちょっと来れないかもしれないんですけども、ね、まあ、今日ね、これでね、あの人が少ない時にね、まあ撮れるっていうのもまあね、まあいいかなと思って来ております。火曜日の真昼間。そしてね、市内線、駅行きのバス停ですね、新潟駅行きのバス停はこんな感じですね。まあ元に戻ったっていう感じですかね。そして新しくできたエレベーターとエスカレーターですね。もうすでにね、ちゃんと稼働してます。お、この開口部はなかなか、なんかでっかい階段に見えるなと思ったけど、確かにあの普通のサイズの階段の横に、まあこう人が座れる感じのね、段違いの階段がこんな感じで設置されてますね。どんな感じになってんだろう。まあルフルはね、前にも多分放送したと思うんでね、ルフルの中はまあいいかなって感じなんだけど、入り口のところにはね、ここからファインとね、三菱 UFJ 銀行、そしてあとローソンなんかね入ってますよ。それではせっかくなんでね、この、はあ、この真新しいエスカレーターをね、に乗って降りてみようかなと思います。このね、横がこのね、光ってるのがなかなか素敵ですね。夜には止まってたみたいなんですけどね。そしてそのエレベーターもせっかくだから乗ってみたいね。こんな感じ、めちゃくちゃ綺麗ですよ。そしてここからアクセスできるのは、新潟市の、まあ、唯一の地下商店街ですね。
古町、いや西堀ローサっていうね、こういう感じの入り口になります。ちょうどコーヒー屋さんの前に出る感じだね。行ってみようか。はい、西堀と五眼の石、五眼の石ね。そしてこちらが新潟市の地下商店街、西堀ローサ。僕はね、この西堀ローサ何度か放送してるんですけど、結構なんか好きな、ね、ところでございます。地下商店街ね、結構広いんですよ、長さがあるね。まあよく言えばね、本当に地下鉄とかにできなかったのかなとかちょっと考えたりもするけど、ね、その辺はまだちょっと工事中な感じですね。あ、ここすごいね、12番出口はめちゃくちゃ雨漏りみたいな感じ。いや、外雨なんか降ってないけど、めっちゃ水が滴ってんだけど。ここは憩いの広場ですね。昔はね、噴水みたいなのがあったんですよ。オアシスみたいな、こう泉みたいなのがあったんだけど、いつの間にやらね、なくなってしまいましたね。そして西堀ローサ、古町ルフル直結ね、お祝いのお花が飾られてます。真ん中のね、待合室にはバスの時刻表がね、結構このリアルタイムでね、電光掲示されてます。まあこれ、まあ見てもあんまりよくわかんないけど、ね、かなりまあ利用者にとっては便利なものなのかもしれないですね。そしてですね、こちらはネクスト21につながってる通用口ですね。昔はね、ラフォーレ原宿なんかが入っていた非常におしゃれなね、ファッションビルだったんですが、今はなんと、新潟市役所、中央区役所になってしまいましたね。まあ非常にこれも本当残念というかね、まあまあ、あの中央区の、ね、皆さんにとっては非常に便利になったのかもしれないだけれども、なんとここがね、スターバックスだったんですよ確かね。変わっちまいましたねここはね。まあお店にしようと思えばね、お店にできるようなね、場所だと思います。確かここね、スターバックスだったと思うんですよね。中はね、もう本当に役場って感じの、まあセブンイレブンがね、中に入ってます。セブンイレブンが中に入ってるんですけど、とりあえず1階のね、コンコースみたいなところまで行ってみようかな。中はまあね、お勉強されてる方とかね、いたりします。まあ1階に上がるとね、コッペっていうね、喫茶ね、コーヒー屋さん、パンとかも売ってるのかな、があります。はい、1階のスペースはね、結構やっぱり時間をね、調整してる人とかがいたりするかな。お勉強してる人みたいなのもいるね。そしてフラワースポット、今こんな感じのことやってます。そしてね、おしゃれなのはこのね、エスカレーターですよね。この曲がったエスカレーターがなんともこうなかなか珍しいというか、素敵だと思いませんかね。昔はね、こう上がっていくとアパレルのお店とかがいっぱいあってね、まあすごいおしゃれなお洋服とかが売ってたね、若者が集う建物だったんだけど、今上がってくると窓口サービスかパスポートセンターとかになってます。完全に役場でございますね。まあ免許センターなんかも入っててね、自動車運転免許の更新なんかもできたりするんで、非常にまあ便利になった。それはね、新潟市民だとね、僕も南区に住んでるけど僕でも、使える、ね、そしてパスポートなんかも僕でも、使えるような場所になってます。非常にまあね、まあなんて、まあ、便利にはなったのかもしれない。なかなかね、素敵な建物だけにまあちょっと残念かなっていう思いは僕としてはあるかなといったところです、ね、ネクスト21、まあ結構ね、時は経つけど素敵な建物、ほら区役所ですよ。昔はあそこにラフォーレ原宿って書いてあったかもしれない、違ったかな、あんまり覚えてないけど。そしてこちらがネクスト21側から見る、ルフル。今日はね、まあ題材はこのルフル古町なんで、できるだけルフル古町を撮ろうとは思うんですけど、まあメインはね、その玄関の部分というか1階のね部分なんで、だいたいもう撮り終わっちゃったんですけどね。まあこんな感じになってます。この中はね、まあオフィスが入っていたり、あと海市専門職大学っていうね、まあ私立の大学のねキャンパスが入ってたり
ね、するような感じになります。NSG グループのね、後ろの方の建物にね、もう NSG って書いてあるけど、まあ、塾の関係の元々はね、会社でございます。変わっていくね、少しずつ。はい、そしてね、蓮向かいには元三越の建物ですね。結局何も行われないでそのまんまですね。閉店してそのまんまの状態ですね。まあ1階の部分はね、なんかちょっとなんていうの、あの絵を描かれたりしたりね、した部分がある。まああとあのね、入り口のライオンがなくなったり。ちなみにまあ入り口のあのライオンみたいなやつはね、こちらにいます。このネクスト21の前に移動しました。こんな感じ。ね、向かいにお引越しですね。こんな感じで。ね、新潟三越伊勢丹で2020年4月にこちらの方に引っ越してきましたね。今マスクしてる。はい、こちらがですね、ルフル古町の説明。あ、11階建ての建物なんだけど、10階11階がね、開設専門職大学ですね。漫画アニメ漫画学科学部ですね。あとはまあ UFJ だとかね、まあ会社アイハーツとかね、どういう会社かわかんないけど、あとはね、やっぱり3階から6階まではね、市役所なんですね。こっちも市役所なんですね。まああと太閤銀行とかね、ジョアンのパンダとかね、まあいろいろなお店が入ってます、ね。それではね、まあせっかくだからエレベーターも乗ってみようかな。で、横にはね、こちらの方にも階段で、エスカレーターの脇にも階段なんかがありますね。エスカレーターはほら、結構な稼働率ですね。すごいね、このエレベーターホールというか、エレベーターは芸術的な作りになってます、ね。なかなか面白いですね。せっかくだからね、これなのかな、これだね。これは押せない。あ、そっか、ここ1階なのか。あ、でこのタイプね、すごい新品の匂いがする。新品の匂い、新しい。こっちから入って反対側しに出るといった感じですね。せっかくだから乗っときますよ。到着。そしてまた西堀ローサにね、入っていくといった感じ。このローサの入り口からはこんな感じですね。大きな、まあ、綺麗な階段と、まあ、こちらも階段になりますね。あ、結構すごい都会的な感じのね、綺麗な作りになってます、ね。令和4年3月竣工と書いてありますね。こんな感じ。あ、明るくていいですね、でもね、うん。これで、ね、やっぱりその地下商店街西堀ローサなんかもね、ちょっと活気づくといいですね。ところの下ね、いつもガラガラだった西堀ローサも人が結構歩いてる感じに見えませんかね。なかなか、だからやっぱり多少活気が戻ってきてるのかもしれないですね。はい、この新しい通用口を見てるとね、結構人が行き来したりしてましたね。なかなかこの人の切れ、撮影するためにね、人の切れ間をね、待つのが結構時間かかるぐらいね、ちょっと待ちました。では最後に上に上がっていこうかなと思います。はい、いいですね、この新しいエスカレーター。なかなか気持ちがいいですね。すごく明るくていい雰囲気でございますね。はい、中はね、まあ、過去に放送したこともあるんで、ね、特にまあこれといった感じのものはねないんだけれども、まあ、玄関がこういった感じで非常におしゃれ、アートな感じの作りですね。中はね、1階が心からファインだとかね、まあ、先ほど言った通りのお店、まだねこうやって空いてるテナントありますよ。で、これを何をやったらいいかなって思うけど、ね、こんな感じでまだ空き店舗がある。で、チャンスですよ、何か始められる方。僕もなんか始めたいなってすごい思うんですけどね。あとはこんな感じの、そ
染め織人って読むのかな、こういったまたなかなか素敵なお店もある。そして古町モールのね途中に出る出口もあります。ジョアンのパンなんかもある。なかなか全体的にね、まあ、新しい素敵な綺麗なビル、ね、ができました。ちょうどそのね上もね明かり取りの半透明のね天井になっていて、太陽の光をね入れることができる作りになってますね。はい、いかがだったでしょうか。一足遅れた古町ルフルね、まあなかなか綺麗に仕上がってましたね。とてもまあこの辺のね今、まあ、ローサー歩いてるんだけど、ね、活性化につながるといいんじゃないかなと思います。僕はこのね西堀ローサー大好きですからね。非常にまあレトロな雰囲気漂うね地下商店街、非常に好きなところでございます。はい、あそうそう、あとねあれまたマジ我慢できないのパンとラスク買っていこうかなと思ってます。ちょっと友達にあげたくてね、これからちょっと行ってみます。西堀ローサの一番端っこのねこう出口ね、6番館6番なのかから出ると、あーやってない、あお休みなんだ火曜日って、あーあれねちょっと今日買ってきたかったんだけどね、友達にあげようと思って、あやってませんね、しょうがないですね、あー残念。いやーそうなんだ、本日天休日、火曜日が休みなのかな、もしかしてね、残念ですね。ここのパンとねあのラスク結構甘めなんだけどすごく美味しくてね、買ってこうと思ったんだけどね、残念ながらお休みでした。はい、なので仕方ないので、はい、仕事に戻ります。はい、古町ルフルいかがでしたでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。